料理長指名するわ。料理長、はい。料理長やりたい人まずいる？ちょっと料理は。トロロちゃんやろうか。白い粉、なんだろう白い粉って。白い粉まずいって。黄色い粉もあるし。二人で吸っちゃうかこれ。YouTube 見てるとさ、トロちゃんがさ、お嬢様だっていう切り抜きがクソほど流れてくるんだよね。うん、嘘つきなんだよな。嘘つきなの？やっていきまーす。意外とうまくないか。世界に参加の俺のなんかある俺の何かがスチーム上の友達がホストする世界のみ接続できますって書いてあるね。俺のなんかトロちゃんあれじゃなかったっけ、うん、フレンドじゃないっけ俺とフレンドだっけえスチームはフレンドじゃないんじゃない。いやラストでなってんじゃねえかな。ああなんか全員フレンドな気がするぞ俺で、そっから多分入れると思うぞ。いないよ、スタミジャパン。いるね、クラッチくんがいるんだったら。いないよ、いる。だって6人しかいなくて、その6人いないのもいないよね。6人しかいなかった。ひどいな、スタさん。あ、そうか。スタさん、こんなこと言わせるなんて。ごめんごめんごめん。少ないのに。そうか、そうか、そうか。私、準備完了。はい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 。お、できた。え、怖い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 。はい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 。これ全員入ったね。誰が誰だか。あはは、上に名前かけたんじゃない。こう、みんな同じ顔。キャラクター作るみたいなのなかった？ないんじゃね？みんな同じ顔か。メインか。てか、早くしないとこれ食料と水ガンガン減ってるからね。おしゃれしてる場合じゃないから。いや、おしゃれ大事ってよ。お腹がギュルギュルしてる。俺もちょっとお腹が。なんか野菜作れるっぽいな。近くのシグナルなんか食われてない？食われてるよ。食われてる。やりクラッチー。ああ間に合わねえってこれ。ちょっとあのね、じゃあのご飯がなく、ああちる、ちょっと、あ、俺防衛大臣だから俺ちゃんと仕事しないと。そうよ、俺もちょっとお腹減りすぎてんだな。ちょ、俺も釣りしよう。まずいな。僕全然自分の分は。ちょ、分配して。分かった分かった。あれ、料理長指名するわ。料理長、はい。料理長やりたい人まずいる？ちょっと料理は。トロロちゃんやろうか。オッケーオッケー。いいよ、じゃあやるよ、僕が食料は。あ、ほんと？仕方ねえな。ありがとう。人さんには、しかもあれでしょ。人さんにはティラビアを食べさせてあげるよ。おい、なんでだよ。まずそうだし。いらねえよ。あー！え、死んだ？クラッチを運ぶ。ベッドを探す。ベッドなんてありませんよ、うちには。うちにはベッドはないよ。ベッド、ちょっとそこで寝ててくれ。ベッドを作るから待ってくれ。カラカラ、あとヤシののんびりしてられないんだ。あれ、落とさないでくんない？ちょっと待って、二人目しんどくない？早く葉っぱのベッドをちょっと用意して。いや、俺も来たかったんだけど、俺も来た気分もあったんだけど、スタさんにスクラップ渡しちゃったから、とのあれないよ、今持ちてるスクラップ。え、スタさんはもう海に捨てよ。おい、なんでだよ、やめろよ。俺のインベントリーからさ、取れないのこれ。俺やったくね、これだとしたら。やったな。やったな、それ。一生懸命集めてスクラップを。まあまあまあ、ちょ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 、あ、そう、落ちちゃうのか、あんまり。危ない危ない、また俺死んじゃうこれ。あ、ご飯ご飯ご飯、はい。あ、できたできたできた。これだこれだこれ。ありがとう。ありがとうございます。復活すんの早っ。復活した。まあでも、ありがとうとかで済むようのあれじゃなかったよね。何か僕らがしたことって。ありがとう。ありがとうって終わらせていいことかな。違い、それが共同生活だよ、かなちゃん。学んでこいよ、やっぱり。許さなくちゃいけない。そう、許さなきゃいけないんだ。その心を持たないと共同生活できないから。他人の失敗も。そうそうそう。なるほどね。働いてる？働いてるよ、働いてるよ、働いてるよ、先生。とがめることをしちゃいけないからね、共同生活で。なにこれ、いらないやつかな、これ。はい、おだし、怪しい粉拾ったけど、これ何に使うんだろうな。怪しい粉、うん、白い粉ってこと。白い粉ってなんだ。白い粉、なんだろう白い粉って。白い粉まずいって。黄
粉もあるし。あるよ、いろいろ。それはまずいって。青い粉とかも。本当は、そのままめっちゃ持ってる、粉。うん。二人で吸っちゃうか、こいつ。おいおいおい、吸うものかどうかわからんくらいか。吸うものかどうかわからんぞ、それは。あー、そうかそうかそうか。そうだよ。これは吸うものかどうか。わかんないよ。何使うかどうかわかってないんだよ。わかんないね、まだわからんね。攻めてるね。まずいか。赤い粉。染料だから、多分それ。染料っぽいね。うん、染料ね、多分ゴミ。ゴミなの？え、じゃあ粉捨てるよ。うん、こっそり。吸って捨てようか。こすりで吸う。あれ、粉捨てときました。倉地さんが悪いみたいになってるよ、今。俺悪いな、今の。トロちゃん。はい。ちょっと任務を与えていいですか。はいよ。トロちゃん、これあのね、潜るとさ、光ってるやつがさ、あれ、スクラップなのよ。あ、ちょっと行ってきていい？行ってきていいよ。そうなんだ。で、俺ね、サメを引きつけるから。うん。サメどこだ。え、でもあれどうやって撮るの？斧？石の斧で撮るの？ちょ、ごめん、みんなちょっと死んじ、ちょっと待って、死ぬかも。撮る、置いてかれてない？ちょ、海の中で俺のこと探してもらっていいですか？一回。あ、いた、いた。まあ、あ、島じゃね？島、島、島、島。あ、今ね、島に向かってるよ。前方に右、ナイス。前方に右、なんだよ、島です。俺とトロちゃんで行こう。ドロちゃん、俺引きつけるから下のやつ全部取ってくんだよ。これか。いきます。なんかないから僕コントロールするよ、これ。来てる。はい、俺にめちゃめちゃ来てるからね、ドロちゃん。そっち必ず成果を出してきてね。これさ、必ず成果地上には行かないのかな。これでいいのか。ね、取れる気配はないんだけど。あ、ドロちゃん、ドロちゃん、あ、ドロちゃん、ドロちゃん、それ。これ、これ大丈夫。痛い。一回水、あれ、空気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 、そして体力。酸素ね。空気と体力。あ、痛い痛い痛い、ちょっと待って、死にました。ビングされてるみたいな時、大丈夫そう。ねえ、ほんとよ。スクラップ順調に取れてる。待ってね、待ってね、待ってね。順調すぎ、あまりに順調。ほんと？あまりに順調。サメこっちいるよ、今。あ、でかいでかいでかい、それはでかい。これ、鼻大丈夫かな。よいしょ。あ、大丈夫大丈夫、スタさんだし。おい、こんなに仕事してんのか。鉄欲しいよね、鉄。鉄欲しいよね。あのね、金属の鉱石も取ってるから俺、今。お、ナイス。すごい。すごいよ。遠ざかってない？ナイス。なんでだよ、なんで置いてってんだよ。置いてってないよね。違う違う違う。ビビった。俺は、こうはそっちだけど、やっぱ風がさ。あ、なるほど。そうだよね、多分。ビビった。俺もちょっと信じなくなってきてる。え、疑っ。違う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 。違う違う違う。扱い雑だなと思って、スタミナじゃん。いやいや、そんなことないよ。うちらスタさん大事にしてるよ。よかったよかったよかった。頑張ってんだ。あったかいご飯とめちゃめちゃ働いてるから、俺。島の木ってさ、石斧かなんかで叩いた？叩いた、叩いたよ。あ、叩いたか、オッケーオッケー。叩かない方がいい。向こうでめっちゃ取れた取れた取れた。進んでいってコツコツ。あのね、左前方、トロちゃんが今向いてる方に島あった、チラッと島が。こっちです、こっち。わかるよ、わかるよ。はいはい。これを作ると、じゃじゃん。なんと。あ、ブドブド、ブドブドしたね。ブドウのベトベトできてる。ブドブドできた？うん、できてるできてる。この真ん中落ちるようにしたから気をつけて。はい。え、上に作ったの誰ですか、看板を。あ、僕です。ほら、あの上にも畑を、まあいっか。あ、なんですか、ごめんなさい。怖いな、これ。足りるか。あ、ごめんなさい、なんかプランを崩してくれ。余計なことじゃないからね。余計なことしてる、もしかして。余計なことじゃないよ、全然。娯楽って必要だから。余計なことされた。余計なことって言われる。余計なことって何？やっぱ余計なことや。YouTube 見てるとさ、トロちゃんがさ、お嬢様だっていう切り抜きがクソほど流れてくるんだよね。それ嘘つきなんだよな。嘘つきなの？え、嘘つきなの？違う違う、別に違うのに、それっぽく切り抜く。そうだよ。違うよ。一般人コメントって言われたよ、なんかいろいろ。なんか俺もよ、なんかその切り抜き見てたら、トロちゃんはなんかドラゴンボール知らんみたいな。ドラゴンボールは知らん。なんだろうな。え、でも知らない女の子いるよ。名前を知らないって話、それとも
ストーリーを知らない話？全くわかんない。それで言うとね、王子は何の王子なのかも分かってない。王子なのかコンビニのなんか、あれを食ったことないみたいな、それもそう、本当だね。カップ麺食ったことないとか、何も嘘つきじゃないじゃん全然。カップ麺も本当だね。でも全然お手伝いさんがいたのはもう本当だね。お手伝いさんはもう無理じゃない。結論お嬢様になっちゃうよ。でもそれはいいよね。マジお嬢様ってなかなかいないからさ。テレビで見るぐらいだよね。テレビで見るやつだよ、ね、切符買ったことないみたいなやつだよね。テレビで見る。そう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 。電車乗ったことある？電車あるよ。でも切符買ったことないかも。ピッピッてやるくらい。まあそのまあまあ、まあね、今はちょっと時代がね、年齢的なあれだよね。そうね。サメがどっか行ったら教えてよ。サメ今絶賛大丈夫だよ。そっち問題ない問題ない。俺送ってる今。え、ハマグリやったんだが。ヨーコール増やしたいな。ヨーコール OK。 砂が欲しいね。そしたらそう、ポコってしてるだけでどれが鉄かとか、どれが石か拾ってみて、あ、これ石だ。あ、そういう感じなんだ。一応ね、色がちょっと違ったりするから。あ、ほんとカナエさん、石は黒っぽい。あ、はい、死んでるよ。そうそう、死んでるよ俺。助けてて、そう、助けてて言助けてって言ったよ。あ、ごめんごめん。なんかね、はい、ありがとうございます。なんかね、助かれ助かれ、助けろよみたいに聞こえるよね。死んでるけど、死んでるけどみたいな。あ、食らいついてる、食らいついてる。こっち食らいついてます。現在食らいついてます。オッケー。海藻入れた？海藻取ってくるよ。あ、入れた入れた。ほら、怖い。ただきます。まだ死なないの？いつまで。金井くん死んでるよ。だからさ。どこだ？熱。これか。熱がすごいよ。